牡蠣だよ。今日は広北店の牡蠣だよ。今日は広北店の牡蠣だよ。この冒頭だけに10秒はもう使ってるよ。今日はね、みんなにね、美しいポージング講座をしたいと思います。イエーイ。はい、多分これを見ているお母さんたちには必見でございます。基本の立ちポーズです。普通にこうやって立ってると、体は真正面、体は太く見えますよね。おライズアップみたいだね。で、これをちょっと角度を変えると、あ、すごい、あ、ちょっとこの幅あったのが、ちょっとこ、なんていうんですか、幅がね、狭くなりますよね。寄せてる、見える、見えますよね。細すぎる。はい、体の向きは45度らへん。45度。足は、足は、足はこれ開いてたら足がね、太くなるんで、じゃあ足元をよく見ててくださいね。ちょっと足をちょっと見てやってみて、これはだん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 、ほら、足が一本に見えませんか。あれ、細い。手前の足がカメラマンの手を刺すような感じで、蜂のようにね、そう。足を、はい、じゃあ足こんな感じです。お手手は、お手手は、手は、手は女性は手の甲を見せるんじゃなくて、この側面を見せるように意識をしてください。おー、するとするとなので手をこうやって組んだ時に、これ手めっちゃでかい人みたいに見えませんか。こうやってするとビッグハンド、ビッグハンドね。ビッグハンド、これが手首をちょっと下にクーッとすることによって、なんてことでしょう。手の大きさがスリーム、なんでここの側面をね、見せるようにしてください。スリームって、スリーム。ここのもっともっと欲張りを言うと、このね、肘をこうグッと上げるんですけど、ここに隙間を作ってあげるとより細く見えませんか。どれぐらい、どれぐらい、どれぐらい隙間。隙間、もうほんのちょっとでいい、ほんのちょっとでいい、ほんのちょっと、あの隙間が空いてると、ここにくびれがあるように見えるので。何のボールぐらい、何のボールぐらい。ボール、ボール、ボールで例えると大きさは、ボールで例えると、今ガチ